ベアトリス王女の紋章ベアトリス王女、1988年8月8日帯は、イギリス王室の生員で、ヨーク公、アンドルー王子とセーラ・ファーガソンの長女、エリザベス二世女王の孫、英国王位継承順位は、七アンドリューに次ぎ、2021年6月4日現在では10番目に、ある。二歳年下の妹に、ユージェニー王女がいる。 要望は父親にと言われている。誕生から結婚前まではベアトリス・オブ・ヨーク王女と呼ばれた。2020年に結婚後はエドアルド・マベ・リモッチ人・プ人ベアトリス王女と称されている。ロンドンのポートランド病院で生まれる。出生当時のイギリス王室ではエリザベス2世の長女であるアン以来38年ぶりの王女の誕生だった。ベアトリスという名前は ビクトリア女王とアルバート公の末娘ベアトリス、王女に由来するものである。王の男系の孫であるため、公式にプリンセスの称号と、ハーロイヤルハイネスの継承を付される。エリザベス2世の孫娘の中で、現時点で、殿下の継承を保有しているのは、ベアトリスとユージェニーの2王女のみである。7歳になった時点でも、当時5歳だった妹のユージェニー王女が簡単な、 読み書きができるようになったのにもかかわらず、なかなか読み書きの習得ができなかったことからディスレクシアと診断され、本人もそのことを2004年にカミングアウトしている。そのため、週2回の専門家によるディスレクシアの子供たちを対象とした補修授業を受けながら学校に通っていた。文字の読み書きが苦手なことから好きな歴史学を存分に学ぶことはできなかったが、 フランス語や演劇、数学関連の科目は得意であり、バークシャーのアスコットにあるセントジョージスクールでは、主席で卒業している。また、2007年の大学入学資格試験では、演劇では A、歴史と映画研究では B という成績を収めた。2008年にロンドン大学のゴールドスミスカレッジに進学し、2011年に同校を卒業した。 2019年9月26日、王室はベアトリスが実業家のエドアルド・マペリ・モッチと婚約したことを発表した。二人はイタリアで週末を過ごしている際に婚約した。結婚式は当初の予定では2020年5月29日にセント・ジェームズ宮殿のチャペルで行われ、続いてバッキンガム宮殿の庭園でプライベートレセプションが行われるはずだったが、最初にレセプション。 次に結婚式自体が新型コロナウイルス感染症流行のため延期された。結婚式は最終的に2020年7月17日にウィンザー城内のオールセイエンツチャペルで近親者のみを集めて行われ事前に公表されなかった。アネックス D ザ・ロイヤルファミリー、2020年12月9日閲覧 narinari.com エリザベス女王の孫娘、難読症であることが明らかに。2008年11月14日閲覧。ジャパン・ジャーナルズ、ベアトリス王女、難読症にもかかわらず、A レベル合格。2008年11月14日閲覧。コロナウイルス、プリンセス・ベアトリー・チェルベイング、ウェディング・プランズ。BBC ニュース、BBC、2020年3月18日閲覧。丸ル番 アビゲール、プリンセス、ベアトリーチェエドワルド・マペリー・モッチ、S ・ウェディング・イズ・ポスポンド・デュー・ツー・コロナウイルス。コスモポリタン、https、www.cosmopolitan.com, UK、リポーツ、A3218848、プリンセス・ベアトリーチェ・エドワルド・マペリー・モッチ、ウェディング・キャンセルド、2020年4月20日閲覧。 プリンセス・ベアトリーチ・マリス・エドワルド・マ・ペリー・モッツィンプライベート・ウィンザー・セレモニー bbc https://www.bbc.co.uk ススララッッシシュ、ュ、スラッシュニューススラッシュ uk 534451092020年7月17日閲覧ジャパン・ジャーナルズベアトリス王女があなたの買い物をお手伝い デパートで就労体験。2008年11月14日閲覧。ありがとうございます。